徳島好きですか？好きです。どこが好きですか？全部。どれぐらい好きですか？地球一周分ぐらい。わかんない、そう、どんぐらいってどんぐらいだけちょっと質問ミスってるって。考えたときに、まあ、今このタイミングが自分をこう導いているようなそんな感覚にもなって、またここで、プレーできること、多くの人の前で、自分がプレーしている姿を見てもらうことっていうのが僕にとってこう幸せというか、まあ、そういった思いが非常にこう強かった。同時に、まあ、6年間で非常に多くのものをですね、皆様からいただいた上で、どこかでまた動けるうちにこのお返したいという思いは抱いていて、それも相まってこのタイミングでこういったことが実現できて、本当に社長含め全ての人に感謝しています。またこのピッチでプレーできることを誇りに思いますし、それがしっかりとこう結果に、ね、結びつくようにするのが僕の仕事だと思うので、しっかりとこう気を引き締めて、仕事をしてまいりたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうしましたら質疑応答に移ります。ご質問のある方は挙手にてお知らせください。その際は本社名とお名前をおっしゃっていただいてからご質問をお願いします。そうしましたら質疑応答に移ります。どうぞ。文字起こし担当、引退しましたが宣言させていただきます。柏原です。表情が硬いので今日挟んでみました。はい、ありがとうございます。まずお帰りなさい。昨日、リリースでコメントを出されました。リボン選手、自分のことを客観的に見られるので、ああいうコメントを出せばどういうふうに受け止められるかも全て分かっていらっしゃると思います。どういう思いを持たれましたか？なんかめちゃくちゃ何かを計算したわけじゃないんですけど、すいません。まあ今自分の思いを率直に、まあ、言葉にすると、まあ、素直にああいう言葉になりましたし、まあ、あの文章自体がすごいこう長い時間をかけてできたわけではなくて、シンプルにこう自分の素直な思いをこう綴った中でああいう文章になったので、まあ、それが本当にこう自分の心から持っているまっすぐな言葉です。と同時にやっぱり長く在籍させてもらいましたけど、まあ、それも実際過去のことでもう終わったことなので、そうじゃなくて今この瞬間から徳島ヴォルティスの未来で何をしていくかというところをも含めて、また新たなスタートですし、なんかこう莫大なね貯金があって僕が帰ってきたら勝ち点30もらいますみたいなルールがあったら、それこそそんなルールないかなって感じなんですけど、まあ、当然そんなわけもない。目の前の試合勝つことでしか勝ち点取れないので、しっかりとまた地に足つけて、まあ、僕一人で、ね、できることでも当然ないので、今いる選手たちにしっかりと挨拶をさせていただいて、1年目の新入社員のような気持ちでね、やらせていただけたらなっていう、お邪魔しますという気持ちも半分持って、頑張っていきたいなと思ってます。続いて、ご自身が今何がしたくて今何をすべきで、その日か何を成したいのかとありましたけれども、何をされたいんですか？
まあ、先ほどお話したこととまたつながってしまうんですけれども、体が動くうちにもう一度東芝ヴォルティスでプレーしたいという気持ちはあったので、それが、まあ、今なのかもう少し先なのかわからないですし、その先にあったかどうかもわからないですけど、このタイミングでお話をいただいたっていうのが、まあ、僕のこう何て言うんですかね、タイミングだと思ったんで、今すべきはそうだなっていう自分の心に従って決断しました。何かをこう成したいというのは何て言うんですかね、そんなにこう具体的な細かいことは、まあ、あるけど言わないでおきます。はい。はい、では、これは答えられると思いませんが、まあ、普段は中期スローガンとして、徳島とともに最高の瞬間をという言葉をかけています。伊藤選手は前日、素晴らしい景色を信じてとコメントを締めくくられてました。どんな景色を見たいですか？伊藤選手にとって最高の瞬間とはどんなものを想像できますか？まあ、やっぱり一試合一試合勝った後のスタジアムの雰囲気もそうですし、まあ、僕自身がやっぱりここで、台湾昇格とか、まあ、優勝とか、まあ、そういったものも経験させていただいてますし、まあ、浦和でプレーしているときも多くの人の前で多くの人を喜ばすということにどれだけの意味と価値があるのかっていうのはたくさん経験してきたつもりなので、そういった世界をこう、なんていうんですか、僕だけじゃなくてもっと若い選手たちもそうですし、まあ、サポーターの皆さんも、まあ、瞬間を忘れている人はあんまりいないんじゃないかなと僕は思っているので、ああいうのがこうあるからサッカーってやめられないなと思いますし、一度味わってしまうとやっぱりまたあそこへ行きたいとかね、景色を見たいって思うのが人間の心理だと思うので、まあ、そういったところをこうまた、まあ、もちろん難しいですし、簡単にできたらねそれこそ価値ないと思うので、難しいからこそこう、まあ、そこにこう挑戦していく、みんなで向かっていくっていうのがまたできたら嬉しいなと思います。